皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回の激辛はこちらです。味仙さんかなの本店監修ということで、名古屋名物台湾ラーメン、今回はねこちらをいただきたいと思います。というわけでね、早速開けてみたいと思います。これもね、上にね油がついてます。辛味油でいいのかな、うん、はい、ちょっと開けてみましょう。よいしょ。さあこれね、あ、そうそう、辛さレベル4の大辛って書いてあります。まあレベル4なのでね、そう大したことはないだろうと踏んで、私この後またお仕事ですが挑戦してみたいと思いますね。はい、ではこちらですね。まず味仙さんの辛味油で読むんでいいのかな、読み方。はい、そしてオープン。よいしょ。はい、おー、この中何にも入ってません。具がもう最初から入ってますね。で、粉末スープも入ってますね。あー、いい匂いがする。結構いい匂いがする。よし、じゃあねお湯入れましょう。はーい、よし、5分経過しました。というわけでオープン。あ、台湾ラーメンだ。よいしょ。はい、はい、ではこの辛味油入れてみたいと思います。読み方合ってるのかな。まあどうでもいいですけどね、そういうのあんまり気にしてないからね。さあ赤いぞ絶対。あー、真っ赤真っ赤。さあこれがやっぱり辛いんでしょうね。な、舐めてみたい気もするけどやめときましょう。はい、よし。はい、こんな感じになってます。まだねこれ混ぜる前です。今から混ぜます。はい、これでもね混ぜてもそんなに変わんないですね。あー、でもいい匂いがする。うん、台湾ラーメンもね私結構好きなんですね。はい、こんな感じ、ちょっと細めの麺ですね。そしてね5分今ちょっとしましたが、あ、ちょっとピントが、はい、5分しましたがね、ちょっと麺が硬い気がする。まあ片面好きなのでね、このぐらいで大丈夫でしょう。それでは今回味仙でいいのかな、はい、本店監修名古屋名物台湾ラーメンいただきまーす。さあこれさっきね画面越しでしか見てなかったからね、ちょっと今実物をこうやって見たらね、これ結構赤いですね。そう、カメラの画面越しで見るとねそんな大した感じではなかったけど、でもやっぱりちょっとね相変わらずちょっと固めかな。ちょっとこれねスープからいただいてみましょうかね。マジかマジか、これ4辛だけど結構辛いぞ。ちょっとびっくりした。やばい、この後仕事大丈夫か。じゃあ麺いただきます。もうこれ絶対すすれないな。あ、でも美味しいこれ。うん、麺ね、そうだな、思ったほど硬くなかった。さっき硬かったけどね、今こうやって食べるとね、もうちょっと、まあ5分、4分30秒とかでもいいかもしれない。うん。あ、まああくまで私の好みですけどね。はい。で、麺自体はね、スープが絡んでるけど、これ、前も同じこと言ったかな。結構ね、甘めな感じがするので、辛いスープとね、絡んでちょっといい感じですね。やっぱりすすれない。うん、うん。待って、でもこれ美味しい。これ美味しい。コンビニで買いました、これ。あ、
あこれ美味しい。で、ね、前何かで4から食べましたけど、明らかに4からよりこれあ、ま、その前の何かの4からより辛いです。こっちの方がちょっと調べておきます。うん、何だったっけな、前の4から、これの方が辛い。で、新ラーメンと比べるとこれの方が辛いかもしれない。うん、でもね、これ美味しい、これ美味しいわ。うん、うん、これね、リピート確実です。私確実。うん、肉っぽいのも入ってる。これニラかな、台湾ラーメンだから。うん、あーこれ美味しいわ。これちょっといいの見つけました。皆さんおすすめ。まあまたねこういうこと言うと美味しくないっていう方が出てくると思うのでね、個人差ありますよ、個人差。はい、うん、この台湾ラーメン美味しい。何回も言ってるけど、まあそうだな、ラー油とかそういう系統の辛さかな、後で入れた油が多分そうなんでしょう。ああ、うん、まあそこそこの辛さはありますが、十分ねお昼ご飯でいけるレベルですね。うん、はい、というわけで、残り一気にいただきます。はい、あれですね、監修名古屋名物台湾ラーメン無事に完食いたしました。というわけでこちら味善さん名古屋名物台湾ラーメン無事に完食させていただいております。はい、こちらね、辛さレベル4の大辛って書かれておりますが、4と思って食べたら結構ね辛いですね。うん、前食べたね他のメーカーの4に比べたらもう確実にこっちの方が辛いです。うん、まあ辛ラーメンと比べてもね、最近の基準になったあれに比べてもちょっとこっちの方が辛いかもしれない。うん、だけどね抜群、これ辛さと味の美味しさの両立もう絶妙ですね。これね私ほんとリピート確実。ただねちょっとこれ確か高かったんですね。そう、辛ラーメンは安いんですけど、これね、ちょっと高かった記憶があります。そこがね、ちょっと難点ですけどね。でもね、これはね、私ほんと激推しです。味仙さん、名古屋名物台湾ラーメン。味仙さんで合ってますかね？間違えてたらすいません。はい。で、あ、そうそう、辛さの、感じなんですけど、これはね、口の中に入れたら、もうそのまま即辛い感じですね。うん。口の中にグッと入ってきた時点でもう辛いです。で、あと残る感じではないですね。うんうん。まあ、そんな感じの辛さになってます。ああ、ほんと何回も言いますけど、辛さと美味しさの両立、もう抜群です、これ。はい。ぜひね、皆さん、一度これ、食べてみてください。はい。というわけで、今回ですね、台湾ラーメン、無事に完食ということで、はい、今回も、ありがとうございました。それではまた。バイバーイ。これマジで食べてみて。世界は喜びが溢れている。物語はいつも果てしない。